gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming. はい、皆さんこんばんは。今日はね、8月11日金曜日ということで、今日はね、胸テロやりました。トレーニングもね、順調に日々淡々とこなしております。ちょっと最近テンサロにハマってて、外でね、日光浴ハマってね、結構いいですね。気持ちよくて、思いっきりね、日光に浴びて汗出した後に冷たいシャワーをね、こう浴びるのがね、僕の今のマイブームですね、うん、海もね行きたいんですけど、ちょっと遠いっていうのもあるし、ちょっとね、目立つっていうか人目が気になってね、そっちの方が気になっちゃってね、ゆっくりできないので、あんまりね、本当は行きたいんですけどね、まだ行けてません。機会あったらね、行きたいとは思っております。誰か誘ってください。で、早速今日の本題の筋肉がついて良かったこと3選、筋肉がついて良かったこと3選をね、話していきたいと思います。僕の経験上のね、まず一つ目が、肌ツヤが良くなりました。よくトレーニングしてる人ってね、若いとかね、なんでそんな、若いのかなって考えると、まあ体もそうなんですけど、もう肌のね、きめ細かさとか、肌ツヤが良くなってくるんですよね、トレーニングをしていると。これはもちろんそうです。トレーニングをして筋肉をつけられると同時に、皮膚のね、代謝も良くなって肌ツヤがいいってことでね、うん、肌ツヤが良くなりました。僕の中ではやっぱり、まあ、体型でしょ、肌と体型と、あと髪の毛とかね、あと歯とか、うん、その辺はやっぱりね、身だしなみとして大事にしていきたいなというところですね。頭の薄毛もね、今病院でね、治せる時代になってくるんで、それをね、ほっといてしまうのはただの怠慢でしかないっていうね、ちょっと厳しい方なんですけど、うん、この間誰かに言ったんですよね。デブとハゲは自己責任か。デブとハゲは自己責任ってことでね、まあ、体型もそうだし、頭薄いのもね、治せるのでね、気になる人は、そういうね、AGA クリニックに行ってみてはどうでしょうか。はい。で、二つ目。筋肉がついて、良かったこと二つ目、うん。これはモテるようになりました。ズバリ。これは男の人、同性からもそうですし、異性、女性からもそうなんですけど、やっぱりね、モテるようになりましたね。やっぱり細いガリガリな人よりたくましい筋肉があって、たくましい人のがね、人間的に強い、男性的に強い、まあ、昔のあれ狩猟時代、狩りしてる時代とかはね、やっぱりこう獲物を取ってこなきゃいけないので、やっぱりいい体じゃないとね、取ってこれなかったので、今でもね、その心境っていうのはね、深くある部分は変わってないので、やっぱりこうね、筋肉ある人はモテますよ、男女問わずね、うん、結構ね、男のゲイからもね、モテますよ。そこはいらないけどね。特にね、このね、胸肩周りっていうのが、ね、女性が一番男性に、セクシーを感じるポイントらしいです。このあたりですね。だから、もっとね、女性にモテたいっていう男性の人は、胸肩周りをね、ちょっと頑張ってみるといいと思います。では筋肉をつけて良かったこと3つ目、何事にも対して貪欲な気持ちになれるので、全てがうまくいく。これは結構大事なことで、こう大人になるにつれてね、人がこうトレーニングみたいにグーってね、限界になることってそうそう日常でなくなってくるんですよね。仕事も、仕事とかも家庭でもそうですし。だけどトレーニングはね、こう自分の限界に挑戦するので、まあそれがね、その精神力、メンタルがね、他にも生きて、仕事も成功するし、何事にも対してね、成功する強いマインドでね、いられるんだと思います。結構やっぱり、企業の社長さん、
まあ個人でやってる方もそうですけど、やっぱりそこういうね、成功を収めてる人っていうか、頑張ってる人はね、トレーニングしてる人が多いですね。トレーニングしてる率が高いです。うん。まああと、トレーニングすることでね、男性ホルモン値っていうのがね、こう分泌されてくるんで、その男性ホルモンっていうのはね、あのやる気の源だったり、こうね、俺は頑張るんだ、何事に対してもやるぞっていうね、気持ちにさせてくれるホルモンなので、まあ、そういうね、ことも関係してるともちろん思います。はい、以上がね、筋肉をつけてよかったこと3選でした。うん。こう考えるとね、やっぱりトレーニングっていいことしかないんですよね。必ず僕はね、やった方がいいと思いますよ。すごいどんなにね、いい服を着てても、体がね、変な体だったら太ったり、まあ、ガリガリだったりね、すると、別にね、かっこよくもないし、ちゃんと着こなせないので。逆にね、すごいいい体であれば、なんだろう、ユニクロのね、ジーパン、白シャツ、かね、でもビシッと決まるんでね、でも服はシンプルでも決まるんで、そっちの方が僕は全然いいと思います。まあ、だから服にお金とか、かけるよりもまず自分のね、根本である体を変えるべきだと思います。ということで今日は、筋肉をつけてよかったこと3選について話してきました。ぜひ参考にしてみてください。みんなもね、やる気出してね、頑張っていきましょう。今日も見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と、高評価、グッドボタンお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。Now that our love has capsized.